only shot me Once but G, you can play Got too much to say I never knew I'd find you gone I don't want to let her go She makes me feel a little special, yeahGet you all alone You gonna know, you gonna show She never wants you, huh? Never keep so in your heart, huh? You gonna know, you gonna show She never wants you, huh? Never keep so in your heart, huh? Got too much to desire君はニトログリセリンを扱ったことはあるかね？あ、危険物の取り扱いなら少々。その男との接触は極めてそれに似ている。刺激を与えると同時にボン！いいかね、最大最新の注意を払うのだ。ニトロ、ミサイルの新艦、そしてヒステリカルな女とベッドを共にするときのように。質問よろしいでしょうか、コマンダー。言ってみろ。地上最大にして最強の我々がなぜ一国の代表でもないたった一人の男にそこまでナーバスになるのか、自分には到底理解できません。例えばだ、一人の男が日曜日の午後テレビを見ていたとしよう。たまたまテレビに映った大統領の顔が無性に気に障り、一発ぶん殴ってやろうと家を出る。こんな彼の作戦は成功すると思うかね？その男が透明人間なら、あるいは可能なのだよ。これから我々が迎えるその男になら、重ねて言う、これはジョークでも誇張でもない、最新の注意を払って臨むのだ。イエスサー。到着いたしました。ハワイから3時間ちょっとか。さすがに早えな。最強の精鋭部隊、たった一人の男に舐められてたまるか。絶対目をそらさせてやる。戦場でミサイルの雨をくぐり抜けたこの俺が。貴様がチョーク。後楽園まで大至急だ。イエスサー。僕のやり方が気に入らない？反撃できなくなった相手をぶちのめすのが趣味かい？この闘技場にはレフェリーはいない。
ここで戦うってことは。だったらどうするわけ。地下闘技場チャンピオンだかなんだか知らないが、青臭い格闘倫理などこの際後回しにしてもらいたいものだ。オロチカツミは俺の獲物だ。誰に断って手出してんだてめえ。獲物とは聞き捨てならないな。いい匂いだ。お待たせいたしました。ただいまより1回戦第9試合を行います。青龍の方角、ボクシングヘビー級チャンプこそ史上最強の男、それを証明するためにこのトーナメントに乗り込んできた世界ヘビー級チャンピオン、イアン・マクレガー。対しまして白虎の方角、海兵隊から炎の虎が上陸だ。テコンドーナンバーワン、リッモーコー。おっと、早くも視察戦が始まっている。世界チャンプに全く臆していないぞ、リンモーコ。始め！いきなり相打ちか！かすっただけでめまいがしやがる。だがあいにく、俺はあんたと殴り合いをするつもりはない。チャンプ！おいおい、マクレガー一方的に攻められっぱなしじゃねえか。あの海兵隊、ボクサーの危険地帯を研究し尽くしている。しのぎ見てみろ。ボクシングは基本的に自分の正面にいる敵と戦う。つまりその攻撃範囲は前方に自分のリーチで形成された数十センチ四方の立方体の中に限定される。そうか、その数十センチ四方の危険地帯の外から攻め込めば、そう、危険にさらされずに攻めることができる。チャンプ、もういい、やめるんだ。おっと、マクレガーの後ろはフェンスだ。どうだ、聞くだろう。未体験の足への攻撃はもう分かっているはずだ。次の一撃で君の足は戦闘不能になるということが私の勝ちだ。考えたな。フェンスを足場にしてしまえば、たとえ直下の敵といえど攻撃範囲に引き込むことができる。勝負あれ！な、何？ユウジロウ。待った！裕次郎、この大会はわしの悲願なんじゃ。頼む、今日は黙って引き取ってくれ。わしの夢を壊さんでくれ。勘違いするな、俺は見学に来たんだぜ。
ただ俺抜きとはいえ仮にも地上最強を名乗るトーナメントそれなりのラインナップを揃えなければな。この戦いにふさわしくないものは排除するべきだ。いるんだろ、あまない。あいつに張り手。ウラプラバキ。ウラプラバキ。どうしてあなたはいつもこんなやり方しかできないのですか。ドクターを早く。あ、はい。なんということだ。私は格闘士としてのあなたを認め尊敬します。しかしあなたは人の痛みというものがまるで分かっていない。僕はあなたのそういうところが大嫌いだ。お望みなら今ここで痛みというものを分からせてあげましょうか。三成よ、こいつは天内優、俺のお墨付きだ。こいつをこのトーナメントに送り込む。半間裕次郎が連れてきた男、しかも不意打ちとはいえあのオーガに平手打ちを食らわせた君に興味が湧いた。よろしい、君のトーナメント参加を許可しよう。ありがとうございます。白虎の方角、暴走集団の隊長、喧嘩無敗を豪語する芝千春だ。あの伝説の横浜百人斬りの時の紅の特服っす。あれが幻の特攻服、歴代横浜最強の者のみが袖を通すことを許されるという血と汗が染み込んだど根性の赤だ。対しまして青龍の方角、全日本柔道期待の星、畑中浩平。おい柔道や、本間門の対門見せてやっからよ。ほら少年入れてかかってこいや。でねえとぶち殺すぞ。ほら始め。あら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 、知らぬ蹴り、しかし素人丸出し、もっと背負って投げた。芝、受け身を取れない。いや、あえて取らなかったのか。なんでな、もんかよ。おい、もう締めか。めんだよ、おめえは。千春さん、おった畑中が芝の左腕を破壊した。芝君、その辺にしておけ。これ以上続けると辛いことになるぞ。あんだと、おら、これからの俺の攻撃は左腕に集中するぞ。さらには残った右腕もへし折るつもりだ。これでもまだやるのか。これは試合放棄か。千春さん、ええか、おめえら、
今から本当のタイマンってやつを教えてやる。やーく！食いてやったぜ。こんなもんでどうだ。おい、右腕もへし折り剣だったな。あったな。なんとシェバの顔面が畑中の脳天にヒット。やっぱりアミ。フラフラしてんじゃ。異色の対決、制したのは隊長、芝千春だ。おっと、手中の彫り物はなんと、三つ首のドラゴンだ。背負ってるもんが違うんだ。おら、大丈夫かい、お嬢さん。女の子には刺激が強すぎるからな。この人は確か、ジャック。君はバキハンマのガールフレンドかい。彼は素晴らしいファイターだ。そして澄んだ美しい目をしている。とてもいい目だ。バキハンマー、やる気があったね。バキ君、君が決勝で戦う姿を見たい。なぜだ、なんであんな真似を。ただいまより1回戦第11試合、マイク・クイン対三崎健吾戦を行います。あっ、なんとここでハンマ裕次郎が現れた。ハンマ裕次郎ってチャンピオンハンマバキの親父だろ。はあ、史上最強の生物、別名オーガ。この人がバキ君のお父さん。はじめ！少林寺拳法がついに他流試合のメッカ、地下闘技場へ降臨。対するはアメリカンプロレス。どういった試合になるのでしょうか。おう、裕次郎、いくらお前でもこの大会の優勝者は予想できまい。優勝者は決まってるぜ、 100% な。なんじゃと。少林寺の実力か。三崎健吾圧勝。
骨は折っていませんし、関節も外れる手前で止めておきました。5分もすれば元通りになります。 What? これが少林寺拳法というものです。綺麗な戦いっぷりじゃのう、雄次郎。お？雄次郎。お、おい、あれ、ムエタイ五冠王のチャモアンだろ。お、おう、立ち技中量級最強と言われた、あのチャモアンだぜ。じゃあ、そのチャモアンを指2本で子供扱いしてるあいつは一体、誰なんだよ。どうした、ムエタイ五冠王、もう少し遊びに付き合ってくれよ。退屈な試合ばかりなんだ。そろそろフィニッシュだ。ちょっと食い足りねえな。最後の試合まで持ちゃいいんだがな。お待たせいたしました。1回戦第12試合、 C ブロック第4戦、セルジオシルバ対ジャックハンマー戦を行います。仮面をつけた悪魔、鎧をまとった死神、何故に拳を血に染め、何故に生贄を捧げるのか。怒り、定め、命、愛、そう、すべては奴のために。次回、奴とやる権利。